このチャンネルは肉匠牛久の提供でお送りいたします。はい、こんにちは、船さんです。まあ、まずはねちょっと告知の方させていただきますね。最近ですね、私の公式オンラインサロンが、スタートしました。と言っても大それたことじゃなくて、それに登録していただいて、いろんなね情報を交換しようよとか、そういうね気軽にできるようなね、コンテンツなんで、この動画の一番最後にまたね、説明のね動画がくっついてますんで、そちらの方を見ていただきたいなというふうに思います。で、今回のね参議院選挙の中で、一つのね争点になっているお話があります。年金の受給問題ですよね。で、先日ですね、金融庁のね、報告書の中で老後2000万円足りないですよと。だからこれから皆さんは2000万円を貯金しといてくださいと。年金だけで暮らしていけませんっていう話で、おいおいちょっと待てよと、お前ら年金で暮らせるって言ってたやんけっていう話で、国会もね、野党が荒れて、それに対して、答えきれないね、与党もいるという状況で、和やくちゃになったんですけれども、その中でね、今回その選挙戦に突入してですね、党首討論なんかをね見ててもね、安倍総理が年金問題に関してはしっかりと与党政府として対応すると。でその具体的なその施策として、そのマクロ経済スライドを発動させて年金の受給期間をしっかりと保障するという話で、100年安心保障という部分を担保していくという話なんですね。で、そのマクロ経済スライドってなんやねんって思われてる方めちゃくちゃ多いんちゃうかなと思って出たんですよ。でその党首討論の中でもね、その野党側がね、その 0.3% の、そのマクロ経済スライドを発動した場合には、その世の中のね、賃金上昇率、あるいは物価上昇率が何々の場合はいくらでも何々の場合はこうなるじゃないですかみたいな、でそれに関してはですねみたいなやり取りがあるんですけど、もうそもそもねこれマクロ経済スライドって何のこっちゃねん、その中身知らんぞっていう人にとっては、それがその安倍さんが正しいこと言ってんのか、あるいは野党側ねが正しいこと言ってんのか、もうちょっとようわからんなみたいな状態にもねなってると思うんで、今日はねマクロ経済スライドについてねちょっとわかりやすく解説しようと思ってます。まずマクロ経済スライド自体の話をしますね。でこのマクロ経済スライド、年金のマクロ経済スライドっていうのは、年金システムありますよね。で年金システムって何なのかって言ったら、現役世代を退いた方たちが年金を受給していく。で、年金を受給していく際にですね、金額が決まってるんですね。ベーシックな金額が決まってるんですよ。で物価が上昇する、または名目賃金手取り変動率っていうのがあって、その現役世代ね支えて側のことですよね。でその人たちの名目賃金の金額、手取り金額が上がれば、その分年金受給もその一定割合で上がるというのが基本的な構造です。で物価が上がれば年金もその物価の上昇率だけ上がるというシステムですね。ここまでよろしいですかね。例えばですね、金額が決まってしまってて、それが固定相場だとしたらですよ、例えば年金がね、いくらって決まってて、でその当時はですねタバコ1箱300円で買えてた、でも物価の上昇に伴ってタバコが500円になったよというね、ことになるとですね、この年金受給者っていうのはどんどんね
生活ができなくなっていきます。まあ、要するに実質賃金が低下するのと同じ現象になるんで、まあ、そうなると、ね、高齢者の方が生活できないんで、まあこうね、手取り賃金が上がった、物価上昇が起こった時というのは年金受給額もその分増やしましょうという話なんです。で、まあこのね、世代間扶養っていうね、そのシステムなんですね、年金システム自体が。で、その世代間扶養も要するに僕らね、こうやってこう支え手側のこの支払いってこれ積み立てじゃないんですよ。僕らが将来のためにお金を置いておくというストック制度じゃなくて、今高齢者がいらっしゃるその人たちの分を僕らが払って、それは残ってないんですよ。で、また僕らの下の世代の人らが僕らに対して支払ってくれるという世代間扶養ですね。これね、その高齢者の人数と支えての人数、これがねものすごく関係するんですよ。で、例えば高齢者って今どうなってるかって言ったら、寿命がどんどん伸びてますよね。もともとはね、60代のね、寿命だったんがね、もういよいよ90代に突入するぞっていう話で、まあ、相当伸びてしまってってるんでね。で、片や支えてはって言ったら、まあ、子供をどんどん減少してますから、支えてはどんどん減っていくということは、まあ、要するにね、支えないといけない人たちと支える人たちのその比率が崩れてきていますので、支えて側の支払う金額という一人当たりの金額がどんどん膨らんでいますよね。そうなるともう支えて側が持たなくなるんですよ。で、持たなくなるとこれ破綻してしまいますよね。ね、年金デフォルトを起こしてしまいますから、まあこうならないためにも、その支えて側に対してもその負担をちょっとでも軽減していかないといけない。だからどうするべきかということで、寿命の伸び率を設定しようじゃないかと。じゃあ年間大体どのぐらい寿命って伸びてるんだろうな。寿命が伸びるということはイコール高齢者が増えていくということですからね。まあ言い方悪いですけど、死なないんでどんどんこう膨らんでいくばっかりなんですよね。この寿命の伸び率というのを数値化しとこうということで、今はまあ基本的に 0.3%、 年間 0.3% 寿命が伸びていってますよという話なんですね。ということは高齢者が 0.3% ずつ増えてるということなんですよ。寿命が伸びてなかったら支え手側としてはまだマシなんですけど、寿命が伸びていってる、要するに高齢者が増えてるという状況は、支え手側にとって自分らの人数が減ってるだけじゃなくて、支えないといけないその先方の人数も増えますから、倍しんどいんですよね。ね、こっちが減ってるだけじゃなくて、こっちも減るしこっちも増えるしね、だからこっちの増え分に関して、こっちの増えてる分に関してはその 0.3% 分ちょっとこう目減りさせていこうよっていう話なんですよ。この目減りさせるこの 0.3% がマクロ経済スライドなんですね。例えば、まあ名目ね、賃金手取り変動率って言ってたじゃないですか。あれ要するに手取り給料が30万円から例えば 1% 増えたとしたら30万3000円になるわけですよ、手取りがね。ならこれ 1% 増えたよということで、年金の受給額も 1% 上がるんですよ。でもこれ人数増えてるんやから、これ 1% ポーンって上げたらこれ大変な額増やさなあかんでってことで、じゃあその寿命の伸びてる率の分はその分その 1% から下げましょうっていうのが 0.3% なんですよ。なので 1% 上がりましたよ。じゃあ、受給額も 1% 上がりましたよ。でも 0.3% だけ下げさせてくださいねということで、マクロ経済スライドが発動してる状態では 0.7% 受給額を上げるということなんですね。ですけれども、まあ増えてるんで、 1% 増えるところが
寿命の伸び率を加味して 0.7%、0.3% 減ったよということなんですよ。でも、まあ、前よりか増えてることには変わりはありませんよというのがマクロ経済スライドのシステムです。で、このマクロ経済スライドって、まあ、10年以上前から、12、3年前からね、このシステムあるんですけど、まあでも、まあその中で発動したの1回だけなんですよ。で、この発動するとかせえへんってこれ何なのかって言ったら、名目賃金手取り変動率が上昇した場合、ね、あるいは物価上昇した場合に限りマクロ経済スライドを発動するんですよ。ということは、どういうことかって言ったら、支え手側の給料、手取り給料が上がった時は、このマクロ経済スライドは発動しましょうね。ということなんですね。だから、まあ、物価が下落しましたよ。という時も、マクロ経済スライドは発動しませんと。マクロ経済スライドという、この概念が発動する時というのは、上がった時だけです。はい。なので、まあ、例えばですね、まあ、手取り給料が 1% 下がりましたよっていう時は、年金受給額も 1% 下がるんですね。はい。でも、マクロ経済スライドは発動しません。はい。なので、この下がり分が 0.7% になるとかっていうこともないです。軽減もされません。1% 下がったら 1% 下がります。で、横ばいの時も横ばいで発動はしません。ただ、上がった時はマクロ経済スライドが発動するということで、まあ、ここ十数年の中で1回なんで、まあ、いかにこう景気が悪いかってことですよね。あの、物価上昇し変動率もそうですし、ね、名目、ね、賃金手取り変動率も上ずってないということなんで、まあ、発動していないという話なんですけれども、まあ、ここまでで、まあ、理解、ね、できる方も、いらっしゃると思うんですけど、まあ、これ理解できないなと、ちょっとまだややこしいなという人はですね、高齢者と自分たち支えてで考えるから、まあ、ちょっとなかなか腑に落ちない、ね、これが例えばね、親と子供で考えてみてください。親が子供にお小遣い渡しますよね。で、まあ、例えば僕がこう夫婦 で子供が2人やったとしましょうよ。で、まあ、給料は決まってますと、まあ、例えば30万円だったとして、で30万円の中からじゃあ1人1000円ずつね、お小遣い渡しますっていう話になってたとしましょうよ。でも次の年にね、こう妊娠して子供が生まれるってなった時に、もちろんですね、まあその子供にもね、平等に1000円のお小遣いを渡すというね、まあそういう概念で言ってくださいね。まあそんなんまだ赤子で血のみ子やのに小遣いなんか渡さんでとか、そういうのはちょっと抜きにして、子供が生まれてきたらお小遣いもその分一人分増えると考えてください。なら子供が生まれてきますんでね、もちろんお小遣いね、今まで2000円やったんが3000円になるわけですよね。自分らが働いたお給料が、まあ、例えば 1% 上がったとしたら、ほんなら君らも 1% 上げてあげようって言って、まあ、1010円になったりするんですよ、ね、で1010円ずつ上げるっていう状態なんですけれども、ただこれね、子供が増えました。で、まあ、1010円ずつで3010円ずつ渡しました。でまたこれ子供増えますっつって、まあ、毎年例えばこう年後で子供を産んでいったとしましょう。ほんなら4人、5人、6人、7人ってなりますよね。そしたらお父さんというかこの夫婦のこう所得が全く変わらんかったとしましょうよ。ね、今の経済ってそうじゃないですか。ね、全然昇給しない。で、全然ずっと一緒やけど、お小遣いの金額はどん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 支払っていく金額が増えていくと。まあ例えばちょっとだけ給料が上がったから、子供たちにね、やったー言ってだから、僕らの私らのお小遣いもちょっと上がるわーわーって言って、じゃあお給料 1% 上がったんやったら僕らも私らもお小遣い 1% 増やしてなー
っていう話になってきた時に、まあその親がね、ちょっと待ってくれと、その気持ちは分かると、その気持ち分かるんやけど、次も子供生まれてくるし、でさらにはもうその次の子供はもう双子やねんとかね、だからものすごい増えてしまうから、そのね、そのちょっと上がった分をそのまんま上げるんはちょっとごめんって、ちょっときつなってきたわお父さんらって言って、だからそのちょっと増やす額、増やさへんって言ってへんから、ちょっと上げにしさせてくれへんかなってことで、まあ例えばね、10円上げなあかんところをこう5円にするっていうね、5円ずつ上げるから、だから許してっていう、でも減らすとかそんなんじゃないからって言って、こうまあ許してもらうっていう話なんです。はい、だからまあまあまあね、まあ、お父さんっていうかね、この両親のお給料がね上がっていけば、どん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 上がっていけばいいんですけど、この子供のね、増えていくね量とともにですね、でもまあそういうね状態じゃないということで、で親が増えていくってこともないですからね。はい、なのでまあ、そこはちょっと多めに見てよっていうのが、これマクロ経済スライドという話なんですね。でまあこのねマクロ経済スライドはこう、まあ、理解していただいたかなと思うんですが、ですけどね、もう僕こっからもう僕の持論ですよ。これは単なる今の話は事実なんです。マクロ経済スライドってこういう話ですよっていう話なんですけれども、ここからは僕の持論ですね。僕の持論というか、まあ当たり前の話するんですけど、そもそもマクロ経済スライドの発動するとかせえへんとかどうでもいいんですよ、もう僕からしたら。どうでもいい。だって親と子供のね感じを思い出してくださいよ、ね、子供がどんどん増えるんやと、で、お小遣いどんどん渡さなあかんねん、でもお父さんらお給料変わらへんから、だからそのあげるのがちょっとしんどいんやわっていう話じゃないですか。でもあげる、渡さへんとかはないから、だから安心してみたいな、ただその上げ幅をちょっと弱めてよって、生活費しんどいしっていう話やったじゃないですか。これってなんでこういうこと言わなあかんのかっつったら、自分らのお給料の中から支払うから、だからそのこんだけしか渡せへん中でもっと増やせって言われるのはしんどいなっていう話なんですよ。だからここをちょっと調整しようやっていう話なんですよね。生活費で、家賃がこれで、なんか教育費がこれでっていろいろある中で、このお小遣いがこの増えるのが負担やなっていう話なんですよ。でも例えばね、ここに打ち出の小槌が存在してたとしましょうよ。なら別にいいじゃないですか。基本的にはこのお給料でやるよって、でもまあ何かあった時はこの打ち出の小槌パンってやったら出てくるから、お金大丈夫やでって言って、でまあ基本的にはここでやってますわ。でもあ子供また生まれてきたわ、でちょっと上がったけど、あほんならちょっとしんどいから、ちょっとこれ一回風呂かってパンってやって子供たちに渡せばいいんですよ。これで終わりです。だから決まってる給料の中から絶対にやりくりしないといけないという話ではないんですよ。要するにお給料がまずどん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 上がっていったらいいんですよ。上がってったらいいんです。ここがどん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 もう普通に子供が生まれるね、人数とこう比例してどん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 上がっていったらいいんですよ。でも上がらない、上がらないことがまず問題で、上がらへんかったらどうしたらええのかね、負担がどん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 大きくなってきますから、その時は打ち出の小槌を使うっていうことですよ。で打ち出の小槌を使って、でなんとかこうね、まあ両輪のね、車輪をこう回していってですね、でこう具合が良くなってきた時には、この打ち出の小槌、はいほんまこっち置いとこうわ、置いとくわって言って、この成長した分でやりくりしてったらいいんですよ。はい、なんで打ち出の小槌を使ってはいけないっていう、その発想自体がもうナンセンスで腐ってるんですよ。党首討論でもね、まあ安倍総理が打ち出の小槌のようなものはありませんからって言ってたんですけど、ありますから、あります。だからね、あそこを強調しないといけないっていうのがね、あるんでしょうね、多分ね、財務省とかからもね、役人とかからも言われてるんでしょうね。
あのないって言っといてくださいねって、西田昌司議員が言っちゃってるけどあれ完全に否定してくださいね的なこと多分あると思いますよあれね。なんか強調して言ってるんでね、どこでも。はい、なのでまあ、 あのうちでの小槌はありますから。なのであのマクロ経済スライドがどうのこうのとかね、発動させるさせないとか、あれを発動させるから延命させるんだみたいなね、年金違う違うと、延命させるとかどうのこうのじゃなくて、ただただうちの小槌バーッと振ったらその分財源ボーンって出てくるやんっていう話で、それで支払おうっていう話です。もうこんな簡単な話なんで、もう皆さんね、マクロ経済スライドがどうのこうの絶対議論いらないですからね。いやいやいや出せよって、そんな決まった財源の中からやろうとすんなよって、持ってこいよって、もうそれだけでいいんで、それだけでいいです。はい、なのでまあマクロ経済スライドの解説はしました。でこれ予備知識として置いといてください。マクロ経済スライドっていうのはこういうことなんだよっていうねことを言えるために、もちろん理解してるよって、でも理解した上で言わせてもらうと、そのマクロ経済スライドも必要ないと、財源に縛られるからそもそもおかしな議論になるんだっていうことを皆さん伝えていってほしいなというふうに思いますし、分からなかった人はこれでそうかと納得していただければいいなというふうに思います。ということで、本日はね、この辺で終わりたいと思います。面白かったなとかためになったなと思っていただけましたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あとですね、ツイッターアカウントの方も、ぜひぜひねフォローしてください。概要欄にありますんで、あとまあ、この後、オンラインサロンのね、説明もありますので、ぜひぜひ聞いていってください。ということで、本日はこの辺で失礼します。この度ですね、私、船さんの公式オンラインサロンを立ち上げることになりました。このオンラインサロンでは、まあ、僕の限定公開の Facebook ページ、あとは、そのオンラインサロンに登録した人だけに配信する限定動画であったりですとか、またはまあ僕自身ねライブ発信ということは今までしてこなかったんですけれども、そのオンラインサロンに参加している方にだけライブ配信とかもこれからしていこうかなと思っております。あとですね、今企画しているのはですね、そのオンラインサロンに入っていただいているメンバーさんだけにご招待する、まあ、勉強会のような企画などもしていこうかなと思っております。まあ、そういったことはですね、まあ、大阪から始めていこうかなとは思うんですけれども、まあ、あのメンバーさんの、ね、集まり次第では、まあ、その各地に行って、まあ、交流をね、させていただくなんてこともできればいいかなというふうに思っております。私のですね、この公式オンラインサロンの、入会はですね、こちらの QR コードまたは下の概要欄の URL から、ご登録していただければと思いますので、ぜひとも、皆さんですね、この世の中をちょっとでもね、好転させていくためにはどうしたらいいかっていうね、情報とか、ね、仲間を集めたりとか、今の現状をちょっとでもよくできるように、これからみんなでできればいいかなと思っておりますので、ぜひともオンラインサロンの方もよろしくお願いします。ということで、本日は、ありがとうございました。船さんでした。